ゲームなんてって言いながらですね、実はゲームのことになると夢中になってしまう大人ばっかりで話をしているんですけれども、最近のコンピューターゲームとはどういうものかを考える前に、あるゲームメーカーを取材しております。こちらの VTR をご覧ください。皆さん、これは何の雑誌か分かります？答えはゲーム雑誌。これらの雑誌で最近話題を呼んでいるのがこのゲーム、バイオハザード2。バイオハザード、What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! プレイヤーが主人公を操り、次々と襲い来るゾンビを退治しながら目的地へ向かうというこのゲーム。リアルなコンピューターグラフィックで恐怖感を演出している。発売からわずか1ヶ月にして全世界で230万本が売れたヒット作品。このゲームを開発したスタッフに今のゲーム業界の話を聞いてみた。結構雑誌とかでも前評判が高かったりとか期待が高まってるじゃないですか。そういうソフトのディレクターを任せてもらえるっていうのは非常にまあラッキーでもあったし、まあ、やっててやりがいもすごいありましたね。神谷はこのゲームでディレクターのデビューを果たした。やっぱりそうですね、チームが40人強最終的にいましたからね、その人間をまとめるっていうのが非常に大変でしたね。基本的にはおもちゃだと思ってるんですよ。で、おもちゃっていうところからテレビゲームっていう入ってるはずなんですよね。しかしそのおもちゃが一つの時代を築いていると稲船は言う。テレビを見るっていう時には一方的ですよね。見せられるっていう、制作者側に見せられるっていう感覚になるんですけども、ゲームの場合は ある程度参加できるっていうところが大きな違いだと思うんですよ。将来的には年俸1億、ぐらいはまあ目指していけるかなっていう、そういう可能性は絶対ないわけじゃないし。ゲームの傾向は今後どうなっていくのであろうか。今の傾向だけで言うと、だんだんその能動的に働きかける遊びじゃなくって、その受け身っていうか、割と楽に楽しみたいっていう、そういう見た目であるとかサウンドであったりとか、そういうなんか外的刺激っていうところで強くどんどんアピールしていかないと、今のユーザーさんたちはついてきてくれないっていうところに関してはちょっと危惧を感じてるんですけどね。娯楽というゲームの担う性質上、売れるためには面白くなくてはならない。その面白さの追求のためには、美しい映像やリアルな動き、刺激的な音楽といったものが必要となる。コンピューターの発達はゲームの世界を広げると同時に、より高度なものへと発展させた。今や一つのヒット作を生み出すには莫大な労力がかかる。バイオハザード2の場合、1年9ヶ月の制作期間と億単位の開発費を要した。カプコンの場合、ゲームソフトの開発を担うスタッフは平均年齢26歳。彼らのマンパワーが優れたソフトを生み出し、そのゲームを全世界へと発信している。教えて分かる商売じゃないんで、そのなんで教えてくんないんですかって言われるタイプの子だとどうしようもない、まあ、もちろん最初はまあ吸収はしてってくれるんだけど、どんどんなんか伸びなくなっていってしまうというか、頭打ちしてしまうっていう。コツコツ努力する人間よりはその10年に1人の天才の方が欲しいですね。一発当てりゃすごい世界みたいですね。一つで67億円でしょ。ああ、そうですよね、230万本いってましたから。そうですね、すごい、数少ないジャパニーズ。